デジタルハリウッド大学藤巻ゼミの菊池萌と申します。今回私が制作したのは、防災グッズの常識を覆す、女性が使いたい、持ち歩きたいと思えるパンドラ、一緒にいるとホッとする防災グッズです。今回私がこの作品を制作するきっかけは、2011年3月11日の東日本大震災にあります。私はその時横浜にいたんですけれども、帰宅難民になって一晩家に帰れなくなってしまいました。でその時すごく心細い思いをして、で改めて防災に対する意識を日頃から持っておくことの大切さをすごく実感しました。震災から5年が経って、いつ東京でも大きな地震が起きてもおかしくないと言われている世の中で、でもこれからの世の中を担っていく若い人たちに、どうしても防災意識が欠如してしまいがちだなってすごく個人的に感じていて、でそんな中でこの若い世代の人たちに少しでも防災意識を高めていてもらえればなと思って、今回この作品を制作しました。この作品のターゲットは20代から30代の通勤通学をする女性です。今までの防災グッズはどうしても地味なデザインが多くて、女性が使いたいと思えるものではなかったんですけども、その常識を覆して、女性が使いたいと思えるような可愛らしいデザインをイメージして作品を制作しました。それだけではなくて、種類豊富なアイテムを用意して、女性が自由に選んで持ち歩けるようなイメージをしています。で例えば防災ガイドブックがあったり、非常食があったり、伝言用のメモ帳があったり、ホイッスル付きのバックチャームやペンライトを用意して、ターゲットである女性が自分の使いたいようにポーチにそのアイテムを入れられるようにしています。ポーチ自体の色合いは色彩の持つ効果を生かして、災害時でもそのポーチを持っているだけで明るい気持ちになったりほっとしたりできるようなものを選んで今回制作をしています。で例えば黄色い色だったり、ピンクだったり、女性が好むような可愛い色合いをイメージしています。身近なところから少しずつでも防災意識を高めていけば、実際に何かが起こった時きっと役に立ちます。何かが起こってからでは遅いと私は考えているので、この作品をきっかけに少しでも多くの人たちが気持ちを改め、いずれは今よりももっと社会全体で災害に立ち向かっていけるようになってくれれば嬉しく思っています。